Hi, it's Rie, and today I would like to talk about what it was like for me to be a dancer in Hollywood. 今日はハリウッドでのダンサー生活についてお話ししたいと思います。はい、今日はダンスについてお話ししてみたいと思います。ハリウッドでまず有名なダンススタジオがあったんですけど、1つ目がエッジ、ウエストハリウッドにあるエッジで、2つ目がミレニアム、ノースハリウッドにあります。で、3つ目がまたノースハリウッドにあるデビー・レイノーズっていうところです。で、私はよくデビー・レイノーズに行ってました。でも今コロナで経営が難しくなって、エッジとデビー・レイノーズがなくなってしまいました。はい、ちょっと大学の時代にね、すごくたくさん行っていたダンススクールなので、すごく寂しいです。ちょっと時代のね、変わり目っていうのを感じます。そうですね、デビー・レイノーズは私は大学の時に、6時間ぐらい行ってましたね。1クラス1時間ぐらいなので、6クラス1日にバーって受けたりとかして、まあそうですね、合計6時間ぐらいダンスしてました。今考えるとどうやって体力持ったのかなっていう感じなんですけど、しかも大学もちゃんと行ってからしたので、はい、でもそのくらい踊ってましたね。で、私がついてた先生がアンソニー・トーマスっていう先生なんですけれども、彼はジャネット・ジャクソンのリズムネーションの振付師で MTV アワードなども受賞していて、本当にダンサー界のレジェンド、伝説の人っていう感じです。で、彼とのエピソードでとっても嬉しかったのが、初めて彼のクラスを受けに行った時に、クラス終わった後にわざわざちょっとちょっとって呼んでくれて、え、何って思って言ったら、 You're so funky、 あなたはとってもファンキーだねって言ってくれて、君のダンスにはソウルがあるって言ってくれたのがすっごく嬉しかったのを覚えてます。はい、なんかもうダンサー人生やっててよかったみたいなくらいのすごく嬉しかった褒め言葉です。はい、でそれ以降もずっと彼 のクラスを受け続けて、私は現在ソニーピクチャーズでダンスの講師もしています。はい、今コロナなのでオンラインで教えてます。彼が日本に来るときは私が日本語 の通訳だったりとか、翻訳とかのお手伝いちょっとしたりとかして、アシストしたりとか、あとはダンスのハリウッドのダンススクールってゲストリストっていうものがあって、無料で何人か招待できるんですよね。なんか先生からの個人的な奨学金みたいな感じで無料で取れるんですけど、そういった風にゲストとして彼のクラスに呼んでもらえるようになったりとか、はい、すごく楽しかった思い出があります。はい、はい、そんな感じでダンスでの出会いも今もずっと大事にしていて、彼のことはアメリカンパパって呼んでますということで、アメリカのダンススタジオでの様子、ちょっと何年か前のものになるんですけれども、今からお見せしようと思います。 Let's check it out!